今日もエンジョイ、今日もジョイフル。はいこんにちは。えー、時刻は午後三時を参りました、えー。今日もジョイフ、ジョイフル始まります。えー、この番組は琉球大学モダンジャズオーケストラ。 によるモジョイズム』の普及を目的とした宗教チックはちゃめちゃエンターテインメント番組です。えっ、ー、と今日はモジョのメンバーはえっとどこだっけ糸満の長谷寺っていうところでライブをしていますので、えー、原田一人で放送します。まあ、なんでお前一人でいるんだっていう話なんですけど、まあ、それはちょっと自分午前中からその中修士の人の論文やら学部4年の論文やらを読んでて。 それのチェックをしてたら時間に間に合わないということで自分だけこっちにいますで、えー、確かですね先ほど第1回目の2時から2時半まで1回目のステージがあって2回目のステージが何時だちょいお待ちを確か2時半3時半くらいからあったのかなよいしょ 確か3時半から4時の間に2回目のステージがあったと思うのであれです暇暇っていうかえお近くのあそうセカンドステージが15時半から16時にあるらしいです、まあ、この番組を聞いていて文字の演奏を聴きたくてなんかお近くにいる方はどうぞまあ,あの見,見に行ってくださいよろしくお願いします で、えー、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは7 6 1 a m k f m c o z a j p 7 6 1 a m k f m c o z a j p ファックスは098-934-8653。098-934-8653。 また、FM コザでは Ustream とツイキャスで映像と音声を配信しています。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。Twitter、えー、も連動していますので、たくさんツイートを、ね、お願いします。よろしくお願いします。1時間の生放送よろしくお願いします。ということで、1曲目どうしよっかな。ちょっとまだあんまり考えてないんですけど、1曲目。1曲目。 じゃあこれにしようかなどこだちょいよいしょはいじゃあ本日の1曲目は「シクスティーン n ン e n s w i n はい、えー、今日もジョイフル本日も始まりました。ということで、えー、と本日原田一人で放送しています。で、えー、もう一度告知します、えーと月。今日の15時半から糸満市の長谷寺というところで、モジョがライ,ライブしてます、今日で、最初のファーストステージが14時から14時半、セカンドステージが15時半から16時となっているので、 えと15時半から16時のセカンドステージ聴きたいよっていう人はお近くにいましたらどうぞ行ってください行って文字の演奏聴いてきてくださいでえっ、ー、とまあじゃあ自分の話でもしましょうかえっ、ー、と先週先週先週も放送あったんですけどその時は誰だっけタクトと2話とマスミが来たのかうん ちょっとこのうんあんこの頃人がちょっと来る人が少ないんですけどまあちょっとまあ今日はしょうがないんですけどまあ来週とかも別の文書のメンバーが来てくれるとお話がしやすいので楽しくできるんじゃないかなと思いますで今そう先週やってたこと先週っていうかなんかあんまりこの頃天気が良くなかったんですけど 今週は今週っていうか今日か今日はとっても晴れててなんか原付きで、まあ、来たんですけどまあ日出てるからちょっとこのパーカーの上に1枚上着羽織っただけだったんでちょっと寒いって思いながら来てたんですけどでもなん,かなんか天気がいいっていうか日,日,が,め日が出てるとその着る服に困るんですよ。その ななんだろうな外出てたら結局暑くなるかもしれないしならないかもっていうのがあんまり判断自分できない時があるんでなんか薄いのできちゃって今日は失敗しちゃいましたはいであとは時期的にも今はなんだテスト期間かテスト期間その自分の周りのてか文書の子たちも 人たちもテスト期間なんじゃないのかなって思うんですけど自分の場合一応陰性なのでもうテストがほとんどってか最初からないのでなんかゆったりしてるけど自分が学部の時はそんなテスト頑張ってテスト期間ってあったっけなっていう感覚がちょっと覚えてないっていうだからなんか 必死でやってた時もあるんですけどなんかなんだろう徹夜はした覚えがない気がしますまあでもテストで徹夜はしてなくてもレポート書くのに徹夜してたんで何とも言えないですけどであとは何してたっけでも今週はその今週っていうか先週かてか今週の 90くらいにその学部の自分の研究室の人が論文提出があるのでずっとその手伝いっていうか論文読んだりしてましたねなんか自分の論文を見てもらってるので当然見るんですけどなんか人によって書き方がちょっと違ったりだから自分だとこういうフォントフォントと流れ で書くんだけどな書くけど、まあ、こう,いう他の人は違うんだっていう,いうであとその自分が書いてる時って結局これが正しいって思いながら書いてるんでミスが分かりづらいんですけど他の人が見たり時間が置いたりするとあれなんでこんなミスしてるんだろうっていう例えばその単元で2の2-1とか書いてたのが途中 2スペースだから途中だから4スペース1とか4ドット1とかそういう別の区切り方になってたりしてなんかいろいろずれてたりあとはなんだっけなえーっとそうあれだそのフォントが変わるんですよそのタイムズニューロマンで書かれてたやつがセンチュリーだっけとかエアリア アリアルとかいう本当に変わってたりいろいろしてましたよして,てその自分が書いてある時もそうなってるのかがちょっと不安になってくるチェ,ックチェックをしてましたであと何してたっけあでもそんなもんか今週なのであんまり喋る内容がないのでそのいつも自分がコーナーやってた3つ目のタームの時にはなんか来週バレン イみたいなのでその自分よく家でケーキとかお菓子とか作るのでなんか簡単なレシピでもいよゃ喋ろうかなって考えてますはいうーんとあとはあとそう来週っていうか今日なんですけどその自分が行けなかったミンチュワーフっていうところで なんだっけなちょっとお待ちをよいしょ何だ何 <laughs> だっけなよいしょなんかアニソンフェス,フェスアニソンフェストっていうのがやってて知り合いがたくさん,ん2組くらいバンドとかで出ててなんか 行きたたかったなっななて思いながらでもウィンチワーフ行ってたら多分この放送に間に合ってなかったっていうオチがついててまた今度機会があったらライブとか他の人たちのやつも見に行きたいなって思ってますはいどうしようじゃあ1曲目なんか2曲目か2曲目ちょっと流しますちょっと今まだ流す曲をそうあまり決めてないので 何流そうかなうーんとじゃあ今日聞いてた今日はどうしようかなじゃあ自分の好きな好きな曲流しますえっ、ー、とじゃあ「キャッスル・オブ・サンド」 ははい、い、スルオブサンドでした、はい、ちょっと今裏の BGM 流してもこれいいかはいえー、とまあ今流れてる曲裏で流してるのはその自分が高 <laughs> 専の時にやってたビッグバンドの時に渡されたそのデモ CD に入ってた曲裏で流してます、まあ、さっきはまた別のやつだったんですけど この前ってこの前っていうか金曜日なんですけどその自分の高専の,の時の友達が沖縄に遊びに来てて <laughs> まあ久しぶりうん多分久しぶりに会ったんですけどまあ夏ぶりかなでなんかどこいっどっかいい場所ないって言われて茶畳でもなんか。 茶壇でも行けばって言ったんですけどそ,いつその子が「北谷に泊まってる」って言われて「おいおいおい」なんか一つ行ったらいい,らい,いんじゃないっていう場所がまあ潰され、まあ、自分あんまり沖縄まあ一応何年か今年もうちょっとでよ丸4年に終わるんですけどなんかどこ行ったらいいっていうのがあんまり分かってなくて。 なんか那覇しかも夜何時くらいだった19時とか20時とかでそれからどこ行けばいいのっていう話になりもう,うちの,その論文書いてた後輩とかにあ沖縄の後輩にうんどこ行ったらいいって聞いたら何し,何したいのっていう話になってかといって別に何もなんだっけな 何かしたいって言われてるわけでもなくてとりあえずどっか行く場所ないって言われたから言われたのでうーんわからんなーってなってなんかご飯食べてきご飯じゃあじゃあご飯って話になってでなんか自分の中の沖縄の食べ物のイメージは沖縄そばとタコライスっていうイメージがあって友達に電話して 何食べたっていうか沖縄そばとタコライス食べたって聞いたらまた食べたって言われタコライスだったら金タコ行けばいい金タコ行ってご飯食べれば一応自分たち金んた美味いしい、まあ、お世話になってるので金タコ食べようって話になってたんですけどどうしよう食べられ食べてるよって話になって後輩がたくさん調べてるな那覇のジャッキーステーキ とという初めてそう、うん、なまあなかなかいいお値段してたんですけど初めてそのいいお値段する肉食べてなんかとりあえずなんか肉の味がするって思っちゃいました何て言うか自分が1人暮らしで家で適当に作っ自炊して作ってるのがまあまあまあてスーパーとかで。 安いやつ買って適当に作ってるんですけど、まあ、それ考えるとねうんって思いながらでそのあとん何ゃ、そうハンバーグじゃねえやあ曲変わったお肉食べてなんかそう珍しく自分そう脂っこいもの食べるとそうすぐ気持ち悪くなっちゃうんですけどあんまりならなかったよかったよかったっていう あとは、まあでも、この頃の文書なんですけど、自分が、その、この頃忙しくて、まあ、一応来週から、てか今週か、今週からもうまた行こうと思ってるんですけど、そんなに行けてなくて、なんかいろいろやってるみたいですけど、とりあえず今日ライブし、ストリートライブがあるってのと、来週、そう、来週の日曜日に、 スト,リートストリートライブするみたいです。先ほど聞いたら。からバレンタインライブですって言ってますので、多分夕方くらいからかな。夕方くらいから、多分ジャタンの部分、とこでやります。よかったら来てください。で、あと、何してるんだろうね相。相変わらずっていう言い方はあれですけど。 うんなんか、あ,あ、ドラムか。ドラムの募集もまだしているのかなよかったら来てく、あ、まあ練習見に来たりライブ見に来てるだけでも面白いと思うので、その興味のある方はぜひ来てください。うん、どうしようかな。と自分がやってるものの紹介といっても、 今日楽器を持ってきていないのあ,あまあ先週は美和がなんだトランペット持ってきてちょっと吹いてもらったんですけどまあ今週は持ってきてない何も持ってきてない <laughs> うんなのでどうしようかなまあ次あと5分くらいじゃあ5分くらいで ちょっとケーキの作り方でも喋ります。と、そのこの前のいつだ作ったの <laughs> 日あ土曜日にふとチョコレートケーキが食べたくなりなぜか、まあ、家に材料があったので適当に作りました作ったチョコケーキの、まあ、ちゃんとなんていうのちゃんとできてちゃんとはできましたちゃん食,べれ食べて、まあ、人にもあげたんですけどおい、まあ、しいおいしいってくれた。 ケーキのます、はいえー、っとまずスポンジケーキそう自分が作ったのはスポンジケーキを焼いて半分にき一回切ってそのスポンジの間に生クリーム塗ってでは生クリーム挟んでその上から、えー、っとチョコレートと生クリームを混ぜたものを、えー、っとかけて。 コーティングしたものです。で、チョコレートケーキのスポンジスポンジの焼き方は、えっ、ー、と、材料、使った材料が、えっ、ー、と、薄力粉が 60g。あ、70g 70。で、砂糖が、砂糖も 70g。で、卵が <laughs> 2個。 でえっ、ー、とこれでスポンジ焼きましたまず卵と砂糖を、えー、ボウルに入れてボウルに入れてその後、えー、ミキサーで泡立たせて泡だ結構泡立ってきてなんだっけあの卵と砂糖の液を もあミキサーの羽根で持ってなんか8の字くらいかけるまで、えー、とミキサーで泡立てますでその後その,その状態だと卵の液がの気泡が粗いのでいて一番低速にして表面を一分三<ん>分か3分間当てて えーと気泡をきめ細かくしますそれでその後えっ、ー、と薄力その先ほど測った薄力粉 70g を、えー、その卵液の上にかけえっ、ー、と振りかけてゴムヘラで、えー、と何回だっけ30回くらい。 気泡を潰さないように気をつけながらかき混ぜていきますでそれをそのなんだケーキのスポンジの型に入れてえっ、ー、と電子レンジあーオーブンレンジで180度で20分焼くとスポンジが完成しますはい 一回スポンジを冷やさなきゃいけないのでえっ、ー、とラップをそのスポンジ生地の上にかけてその乾燥しないようにして冷ましますでそのあいまあさでその後冷めたらえっ、ー、となんだっけなちょ生クリームは市販のちっちゃい牛乳パックみたいに入ってる 200ml くらい入ってるやつを使って 使ってで砂糖1 0ムあでその中の1 0 0ムだけん ?100 か1 0 0トルだけえっ、ー、と挟む用の、えー、そのなんだスポンジに挟む用のものにしてでよいしょ それで残りの半分をちょこっと混ぜてコーティングに使います。でその1 0 0ム1 0 0 m l のに対して砂糖を1 0ムくらい入れての中の生クリームは作ってで先ほどできたスポンジにスポンジを半分に切って間に生クリームを挟んで。で それで、えー、ともう一方のスポンジで挟んだ後にチョコレートだから普通に売ってる板チョコ2枚くらい刻んだものを自分はめんどくさかったんでボウルに入れてそのまま電気かけて溶かして生クリームと混ぜたものをそのチョコレートスポンジにかけてコーティングしましたで出来上がったのがちょっとツイキャス とユーストにしか見えないんですけどえー、っと出来上がったのがこんなよいしょこんなこんな感じのよいしょまあこんな感じのチョコケーキができましたはいでもその、まあ、自分が ケーキとか食べ物作っててよくあるんですけど食べたいって思った時に作り始めてできたケーキできたってなるとあんまり食べたくなくなってるっていう欠点がなんか作った達成で達成感だけで終わっちゃうっていうはいっていうのがあってちょっとちょっとな誰か だからそういたびに1人で食べるときもあるんですけど誰か食べてってちょっとつなんか呼んだりして食べてもらってますっていう感じのまあ口だけで言ったんでわ分かるかが分かんないんですけどまあこんな感じで簡単にケーキが作れるのでなんかもしよかったら来週作ってみてはいかがでしょうか中古って 3曲目何流そう3 <laughs> 曲目えーっとえ3曲目なんかないかな行き過ぎたまあいっかえーっと3曲目こっちから流しますえーっとよし じゃあ3曲目は「リサで「ライジングホープ」。 はい、えー、と、ライジングホープでしたえー、と、まあちょっと流す曲をなんか行き当たりばったりで決めてるのでちょっとなんだろうなジャズ以外もあ、でも今日はうーん準備不足ですすいません今流してるのは「ロックマン」って曲ですあ裏で流してるのはロックマンですあです でうんあんまりやってることがと今進んでるかが分かんないんですけど毎年5月に山のビッグバンドジャズコンテストっていう大会にあ大会の西日本予選っていうのに出ててなんかそのどんな曲やるかっていうのがこの頃 この頃っていうかどんな曲やりたいかっていうのが曲決めが始まってて自分はなんかその時あんまり連携帯見てなかったのでそのなんだどんな曲があるかあんま聞いてないんですけどその3月くらいからなんか毎年練習してた気がします。 でなんか3月4月のライブでよく多分やってやるんじゃないのかな練習曲ではいさてとでそのまあ山のいつも大阪でやの山の予選が大阪でやっててそのみんなで行って なんだろうみんなで行ってその大阪予選、まあ、まだ本戦に行ったことないんですけどなんか本戦見に行ってる人たちもその8月にある本戦を見に行ってる人たちもいてなんか毎年大阪大学の人と仲良くさせてもらってるみたいでいろいろ楽しんで演奏してる。 のかなみんな感じでやってます山のそう去年で何回目だ自分多分次で5回目くらいになるのかな自分はえー、っと一二まだ3回今年入れてん次のやつ入れると4回目になるんでまあその課題曲、まあ、今でも文字で演奏してるんですけど えなんだっけなスインガーやったりスインガースイングシフト次がホスブルースインホスフラットで去年がシックスティーンあ先ほど流したシックスティーンメンスインギングシンギングかをんかいろいろ今でも演奏してるのでなんか。 その時のの時やつがが役に立ってるのかなっててるかな感じがしますでもなんかそろそろそうまあ個人的なあれですけど何か新しい曲がやりたいなんか同じ曲ばっかやってるので新しい曲やりたいなー何度も言ってるけどって思いながらでやうんああそうだ もう15時40分なので、ジョの人たちが多分、長谷寺で,で今演奏してる頃なのかなって。で、まあ、次も、次っていうか、まあ、来週の日曜日もライブするので、興味ある方は、ぜひ遊びに、遊びに来てください。あれちょっと待って、後ろが流れてない。よいしょ。 なんかあるかなあまあ自分の話になるんですけどそのこの前お風呂場が超湿ってるっていうかジメジメしてるときにそのまあ転んだんですよねサンダル履いてたらたら手がそのシャワーヘッドに当たってなんかシャワーヘッドの なんか金属の付け根の部分から折れてしまい <laughs> ま誠に残念なことにその取り付け口にそのネジのプラスチックの部分だけ残ってまあとは外れるっていう事故が起こりまだ治ってなくて今使ってるのを普通にホースから水直接出して使ってるんですけどそのどうやって取ればいいのかが分からないっていう話をして。 なんか友達に行ったらもうその金属金具部分ごと一回外して付け直せばみたいな話が出たりその中のプラスチックの部分をなんかカッターナイフとかで破壊頑張って破壊して新しいのを付け直すとかあとは何だったっけなそう一番面白かったのがその歯ブラシ。 いいらない歯ブラシプラスチックなのでそれを炎うんと熱して溶かしてそのホースのとこについてるプラスチックのとこにつけてそれで回すっていう意見もあってうーんでもそれ本当にできるのかがちょっと怪しくてまだやってないんですけど、まあ、早めに取らなきゃいけないなって感じででそれをその自分の 入ってるゼミだとなんか毎週その週に起こった出来事を英語で喋らなきゃいけなくてでそれが「スリップ」を自分が言うと「なんかスリップ」みたいな感じに聞こえたらしくて先生が「寝たのがな、ね、なんだっけな風呂場で寝たからシャワーヘッド折れたの?」っていう聞き返しがあったりああまあ自分そんなに発音いいわけじゃないので。 全く持ってだからなんで寝たのって聞いたりしてきたんですけど、まあ、転んだんですよねなんで転んだん,んそれなんで転ぶのっていう意見が一番多いんで何とも言えないんですけど歯を歯を直したいからどうやってのんー一番やりやすいのが多分壊して取る。 が一番楽なのかなって感じがしますけどねどうしようじゃあそろそろ最後の曲流しましょうかはいえーっとじゃあエヴァのあちょっと待ったよいしょじゃあ最後の曲流しますエヴァノロジー はい。ということで、本日もおち、えー、とエンディングのお時間です、えー。今日の放送、うーん、なんかやっぱり、一人喋り、なんとかしなきゃな、コーナー作んなきゃ話が持たない。と言いつつ、なんか、一人でできる。だから、さ二人以上いればできるコーナーは浮かぶんですけど、その一人で完結できるコーナーをがあんまり思いつかないんで、 それをどうにかしなきゃいけない。うん。やっぱり他の、自分が一番なんか時間、他の人が来れない時に来てる感じが若干するので、まあ一人でできるコーナー作らなきゃな。そのまあ次また一人で喋るときまでには今度こそ考えたいです。で、そろそろ文書のライブも終わるのかな ?4 時だし。 うん。まあ、とりあえず、告知します。えっと、来週の日曜日、えっと、2月14日、バレンタインデースですね。に、えっと、チャタン、で、チャタン、うん、チャテン、チャタンのアメリカンビレッジ前で、えー、ストリートライブします。バレンタインライブって言ってました。ので、えっと、皆様、よかったら、遊びに来てください。で、えー、それ以外も、多分、3月とか、 なったらまた、ストリートライブとか、たくさんやるんじゃないのかなって思うので、その時も、えっ、ー、と、こちらで告知する、こちらか、ツイッター、フェイスブックなどで告知すると思うので、よかったらぜひ来てください。で、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは76、761-at-fm-coza.jp。761-at-fm-coza.jp。ファックスは09、098-934。 あそうだこれを読んでて気づいたんですけど自分前一人で喋ってた、えー、と成人式あたりかなの時めっちゃ風邪ひいてて喉痛くてほとんど喋れなかったんですけどなんか先々先週くらいからなんか治りましたはいなのでまあバリバリ声は出ます 中古って、あ、ということあったっけなそう、なんか、サークル違うや。なんだろうな。まあ、ライブとか、皆さん、遊びに来てください。ということで、えっ、ー、と、本日のお相手は原田大成でした。来週も、ジョイフルー